カントリーはやんないな。やっぱロカビリー系が好きだからさ、まあそういうジャンルっていうとフェンダー系になっちゃうんだよね。だグレッチとフェンダーだよね。レスポール重いもんね。カスタムショップとか富豪の持ち本屋のカスタムショップちょっと高いよね。ちょっとさ、黄色いボディに25万はするやつやろ最低。ピックガードがベッコーのやつで一目惚れしちゃったんだよね。そのテレキャス新ライン的なね形の。ゾウさんギターはないですか？ああ持ってますね。あるあるだよね。ギター好きな人でゾウさん持ってる人結構いるんじゃない？今の清志郎がさ30年ぐらい前かな、テレビよく出演してる頃でさ、ゾウさんギターで弾き鳴らしてたんでね、あれ見て欲しいと思ってさ買っちゃったんだけど、カスタムショップのやつはね15万ぐらいだったかな、中古だったからね。ちょっと今も手放せないって言います。ゾウさんギター結構さ、電池で今ディストーションとか切り替えスイッチがあってさ、この前もね、この前もね、友達の前、なんだっけ、野外で弾いてたらちょっとウケたよ、バーベキューの時も。ああそうなんだよね、清志郎ね、清志郎さ一回出だしたよね、最後90年前後かな、リューズバーとかでさ、なんか水色のゾウさんギター弾いてたんだよね。あれがなんかいいなと思ってさ、1台壊れちゃってさ、で2台目買ったんだよね、緑色のなんかゲイタッシャ、ゲイタッシャっていうゾウさんの3代目ぐらいのギターなんだよね。清志郎はストーンズ組ですね。清志郎はさ、どうなんだろうね、ソウルなんじゃない、あの人メンフィス、オーティス・レディングとか好きだからさ。マーチンもいいよね。どっちかって言ったらギブソンが好きなんだよね。 J シリーズ J50、45とかさ、サザンジャンボとかさ、あのなんちゅうのラウンドショルダーっつってさ、ちょっとだるま型っていうかさ。私はマーチンです。マーチンはさ、なんかあれだよね、現地のメンフィスの人とのアルバムありましたね。清志郎でかいよね。ああ、清志郎好きなんですね。メンフィスっていうアルバムが出たよね、93年ぐらいだったかな。あ、どうしたんだろう清志郎みたいなさ。 RC を解散した後にソロでなんか好き放題やってたよね。あの頃の清志郎って好きなんだよね。プライベートって曲とかさ、ニーサンズとかやってたよね。でドラマにもなんか出たりとかさ。モーリス、モーリスのギター。あの頃の清志郎好きなんだよね俺。好き放題、わら。まあそうだよね、好き放題やってたよね。タイマーズやって、あの頃の清志郎ってめちゃくちゃ面白いと思うよ。あの RC もさ面白いんだけどさ、カバーズ出してさ放送禁止になってさ、東芝 EMI から出そうとしたけど、東芝ってさ原発のまあメーカーなんでね、直接的にさダメだダメって言われて、インディーズのレーベルから出したけど、最終的には出したんだっけ、カバーズって俺持ってるけど、あの原発反対とかさ、サマータイムブルースとかさ、あのエルピス・プレスリーのさ、あとジョン・レノンのイマジンとかをもじってさ歌詞で歌うんだよね日本語で。
原発反対とかさ、バカ野郎みたいな感じのさ、泉谷茂とかさ出てんだよね。三浦友和とかで、タイマーズやって、あの頃が面白かったけどね、清志郎のピークっていうか。でパパの歌とかね、モーリスね、うん、タイマーを吸ってるから。そうだよね、まあああいう人もういないよね。高山雄三さんでしょ。いないっていうかさ、まああの時代だったからできたんだろうけどね。加山雄三ってあれだよね、最近ボートが沈んだんだよね、燃えて。よくわかんないよね。加山雄三ってやっぱりさ、日本のエルヴィス・プレスリーなんじゃない。まあ曲もなんかいい曲あるしね、ギターもまあそこそこ弾けるよね、あの人。ちょっとあれだ、腹減ってきたな。今ならメディアが許してくれないから、ご飯食べながらやるか。まあ今もう面白くなくなっちゃったよね、もうテレビもさ。まあ要はテレビ局の責任だけじゃないと思うんですよ。世の中がさ、もう管理されていってさ、まあ法令、コンプライアンスとかさ、かつまんなくなっちゃってね、なんかこうバカなことができなくなっちゃってさ、スマートな世の中になっちゃってっていうか。じゃあ逆にさ、そういうことする人って許されないっていうか。だからまあネット、まあこれニコ生とかもそうなんだけどさ、ネットは面白いよね、まだ。だからこの前もホリエモンとかひろゆきが言ってたけどさ、だからネットもさ、どんどんテレビっぽくなってくるから面白くなくなるじゃんって言ってたんです。ちょっとこうサブカルチャー的なさ部分は取っといた方がいいんだよね。表面に出るとバッシングされるから、大人たちに、年配の人とか。だからバカなことをする人が少なくなってきて、面白くなくなっちゃってるよ。すぐ炎上したりとかさ、なんか投書が寄せられたりとか。まあ NHK も逆に面白い番組やったりするけどね。あれもさ、なんか NHK もようわかんないよね。なんか受信料を払わなくてもいいんだよね。契約する義務はあるけど、最終払わなくてもいいっていう、なんていうの、テレビが置いて、なんちゅうの、部屋にテレビが置いてあってもテレビが置いてないって嘘をつけるんだよ。中に入れないから、勝手に NHK の人が。だから払わなくてもいいんだよね、法律的に払わなくてもいいらしい。もうしつこいから払ったんですよ。まあ結構ロケハンしてるもんね。だからお金がかかってるよね、いろんな番組やるじゃん。あれってやっぱ税金でやってるのかな。なんか NHK をめちゃめちゃ批判してるさ、元 NHK
社員の人いるよね。熱い人。あの人の動画結構面白いんでね。あれ全部本当だったら NHK ってすごい、なんていうの、ブラック企業だと思うよ。なんか裏金を